はい、どうも皆さんこんにちは、キナです。今回はですね、ちょっとね、収録が4月の、4日というわけで0時ですね、なんですけど、まあおそらくね、この動画、朝に上げてるかなと思うんですが、まあね、めちゃめちゃ注意してほしいことがあるんで動画にしていこうかなと思います。はい、そういうわけで、今回はですね、これですね、これじゃないわ、レジェンズオールスターじゃなくてこっちのね、ブルー海洋圏のウルトラ悟空ですねが、もうね、あと14時間で終わってしまうというわけで、4月の4日15時までということで、まあ何時に動画上げてるかわかんないんだけど、とりあえずね、3時までになってるんで、これね、めちゃめちゃ要注意でございます。はい、そういうわけで、まだね、引きたいよとか言う人とか、あとはですね、このね、なんだろう、リセマラとかちょっとしたいなって思っていた、方とか、ちょっと様子見していた方っていうのは、まあこれがね、最後になってしまうというわけで、ちょっと、夜中でね、あんまり下も回んないでございますが、はい、そういったわけで、ここら辺のね、キャラクターを引けるのがもうね、最後になってしまいますので、これめちゃめちゃ注意ですね。で、まあ、ウルトラゴジータのね、ガチャが、この前、復刻してたんですけども、そのね、スパン的に言ったら、おそらくね、最低でも2ヶ月ぐらいは、このキャラクター復刻しないかなと思いますんで、はい、めちゃめちゃね、注意でございます。で、まあ、ウルゴジみたいな感じでね、毎回、Z バー2000で、そのままのガチャで復刻するかっていうのも、まあ、確定じゃないんで、まあ、もしかしたらね、今回2000で手に入るのが最後になってくるかもしれないんでね、まあ、そんなに考えられないとは思いますけれども、はい、そういったわけで、そうですね、ここら辺の、ウルトラね、やっぱり2体目のキャラクターということで、バチボコでね、一戦級で戦えるキャラクターでございますので、絶対にね、まあ入手できるならしておきたいっていうような形になっているかなと思います。はい、そういうわけで、まあ他のリミテッドたちも、まあそんなに悪くないんでね、特に、ブルーベジターとか、一緒にね、ウルトラ海洋圏と組んだ編成っていうのはマジでね、今めちゃめちゃ流行ってて、まあ環境トップクラスと言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、めちゃめちゃ使ってる方多いんでね、バドスト組んでね。はい、そういったわけで、めちゃめちゃね、強いキャラクターが、今だけ拾えますよということで、うん、ぜひともね、やっていってほしいかなと思います。まあ、僕はですね、まあ、今回はスルーかな。うん、もういいですかね。母体も結局引けてないし、今更14時間で1体引けたところで5つなんで、まあ、引いてもしゃあないかな、みたいな感じですね。うん、結構割引とかも最後まで粘ってみたんですけども、まあ結局当たらなかったというわけで、まあそういうこともありますよね。結構、ウルゴジの引きの方は良かったんで、はい。なんやかんや、割とね、早い段階で貫突できたんで、それはそれでいいんじゃないかなと思います。はい、そういったわけで、これね、めちゃめちゃ注意してほしいこと一つですね。で、今回ちょっとガチャだけじゃなくて、僕めちゃめちゃね、これやらかして、ちょっと泣いちゃったところがあるんで、皆さんもマジで気をつけていただきたいんでね、気をつけていただきたいんで、喋っていこうかなと思います。同じことを大事なんでね、2回言わせていただきましたっていう冗談を置いといて、これですね。うん。悟空とベジータの、ミッションになります。で、これね、すべてのミッション達成で石がね、500個もらえるような感じになってるんですけども、変なとこ飛んじゃったな。うん。これね、まあ、なんだろうな。とりあえず、7、なんだろう、貫突にしないといけないんですよね。このベジータと悟空をね。で、まあ、貫突したら一応すべてのミッション達成。まあ、これが大体最後になってくるんじゃないかなとは思うんですけどもね。はい、そういったわけで、石をね、1000個まとめてゲットできるチャンスでございます。で、これね、あと3日なんですよね。で、まあ、イベントとかで結構 Z パワーがっつり手に入るようになっていて、それがですね、ここら辺の、超連戦バトルかとか、あとは、まあ、なんだったっけ、全力激闘バトルみたいな感じなんで、まあ大体、めちゃめちゃ手に入るということなんですけども、ここら辺ね、ちょっと見落としたらマジでいかんところが、これですね、1日1回ステージ。これマジで僕やらかしましたね。スルーしすぎて、もう10日間ぐらい多分放置してたんかな、ちょっとわかんないですけども、はい、あと3日でなんとね、ちょっとこの、あれ見せましょうか、9400というわけで、多分ギリ足らないんですよね、100か200ぐらい足んないんで、これマジでやらかしましたね。なんで、今まだギリギリ間に合うよっていう人で、1日1回のやつサボりがちっていう人は、マジでね、気をつけていただきたいかなと思います。はい、iPhone とかだったら、アラームでね、テキスト、何、ラベルつけて、マジで、うん。1日15時になる前にアラームかけとくみたいなもんマジでありなんかなと思うんで、ここ真面目にね、気をつけていただきたいですわ。僕ちょっと泣いちゃったな。まあ自分のやらかしなんで、もうそこはね、割り切って、飲み込むしかないんですけども、まあ皆さんにね、
注意喚起をできるならまあそれでいいんかなみたいな感じで、はい、今はまあ落ち着いておりますけれども、結構慣れたんでね、マジで気をつけていただきたいかなと思います。はい、まあちょっと言うん遅くなっちゃってるかもしんないけど、まあ今からでもね救われる人っていうのは結構いるんかなと思うんで、ここマジであれですね、注意でございます。でまたね、火曜とかに喋ろうと思うんですけども、ここら辺のね冒険イベントとか、もうしっかりやっておいてほしいかなと思いますね。これも多分水曜区切りなんで、まあまあ、期限近いかなと思います。はい、今のうちにねイベント冒険回しとかないと一気にね18万個集めるっていうのはなかなか厳しいんでね、そこは注意でございます。はい、そういうわけで、あとはまあこれとかかな、超次元共闘、まあこれも結構僕怪しいんでマジでしっかり拾えるようにしておいた方がいいですね。多分さ僕と一緒で共闘、サボってマックスできてないよっていう人がいると思うんで、そこもね非常に注意してほしいかなと思います。ただこれはまあ限定報酬とかじゃないんで、まあ大丈夫かなと思いますね。うん、これの1日1回に関してはマジでやらかしたね。あ、1日1回に覗いたら確か9000ぐらいかな手に入ると思うんで、10発ね回しといたらよかったんですけども、サボりすぎましたねガチでやらかした。というわけで、真面目に、ね、気をつけていただきたいところでございます。はい、でまあ力の大会とかも、一応シーズン切り替わってまだ今落ち着いてる状態なんで大丈夫かな、うん、かなと思います。医師のね受け取りとかまだされていない方は、要チェックでございますね。うん、これってなんかさ何日過ぎたら報酬取れないみたいなあるんかな、シーズン中だったら大丈夫なんかな。はい、そんな感じでございますかね。はい、でまあ無課金キャラクターとかに関しては、他にもしかしたら追加されるんかな来週、まあそこら辺の続報も多分火曜とかにワンチャン出てくる可能性があるんで、そこら辺もねちょっとまた情報にして喋っていこうかなと思います。長寿クラッシュは大丈夫そうですね。でこのね、顔面一発遊園地のイベントですね、これも一応まあ、なんだったっけ、このチケットで、メッセージが手に入るらしいんで、あれなんかこれ僕持ってないんだけどチケットえなんでだ、ミッションクリアできてないっけ、ちょっと忘れちゃったんですが、なんかね持ってないんで、これ5枚って集まるよね多分、自力で集められると思うんですけど、うん、なんか交換できないんでどうしようかな、なんか交換しちゃったんだったっけな、多分スルーしてたと思うんですけども、まあこれもね一応3ステージあるような状態になってるんで、まだステージとか追加されたりワンチャンあるんかな、なんか第2シーズンみたいなの言われてたんで、それがちょっとどうかわかんないですけど、まあツイッターで謝罪とかもしてはった気がするんで、もう続きはないんかな。うん、というわけで、そこも非常に注意でございますね。うん、そう言ったわけで、まあオライチね、これ結構忘れがちじゃない、あのデイリーミッションでさ、何6つになったじゃないですか、7つからで、オライチやらなくてよくなって、何もせずに1日放置しちゃうっていうのが僕もね結構ありがちになってきたんで、そこもねちょっと注意していただきたいですね。まあこれは、あと1日とか関係なくに、まあそうですね、力の大会とかでなんか記憶動く順番が速くなるみたいなボーナスもあるらしいんで、まあお気に入りのキャラクターを友情レベル上げとくんがいいんじゃないかなと思います。はい、で、最強フラグメントコレクションについてもあと1週間あるんで、これもねまた1週間したら、注意喚起出そうかなと思いますんでね、ぜひともよろしくお願いします。で、まあボーナスバトル、ここら辺もレジェンズウィークエンドね、来週ワンチャンまた新しい覚醒キャラクターが来る可能性がございますのでね、ロゼの超連戦バトルはまだ あと2日で終わっちゃいますね。なんで多分新しい覚醒来ると思うんで、誰なんだろうね、多分緑のゴルフリとかそこら辺なんじゃないかなと僕は思っているんですが、多分ね来週来るんで、そちらもね、まあ使ってみた動画とかはまあ時間に余裕があったら出すかもしれませんし、新しい水曜のね、なんか強そうなフラグメントとかあったらそちらのね情報も厳選して出していこうかなと思います。はい、そんな感じですかね。で今日というか昨日かな、昨日になるんかな、一応夕方に上げてるこのイージンロンとか無課金のキャラクターは今のうちに、ちょっとトツとか上げれる方は上げとこうみたいな感じでね、はい、ゆっくりやっていただければいいかなと思います。はい、そんな感じで今回はですね、新しい、まあ新しいと言ってももう3週間ぐらい経つんかなと思いますけれども、ウルトラ海洋圏のガチャが終わりますよっていう話になってきますね。はい、またまあでも周年以外に僕の予想ではまたね、復刻するかなと思うんで、ちょっとねレジェンズ一旦離れるよとかいう人も、このね復刻が、来たっていう情報は多分ね動画にしてあげると思うんで、ぜひともね、僕の動画をチェックしておくようにしていただければ幸いかなと思います。はい、そういったわけで、ウルトラ海洋圏のね
シーズンというか、ぶっちりでね戦える、環境というのはいつまで続くのでしょうか、うん、これからも多分長くね生きるキャラクターだと思うんで、ぜひともね皆さん、余裕ある方は引いてみてください。で確かステップセールが石やってるんで、そこら辺もですね、今の最新のセールだったら一応、なんだろう買ってね、そのガチャにウルトラ海洋圏につぎ込むこともできるし、超決勝セールも、ぶち込むこともできるんでね、ぜひともここら辺も、やってみるのもありなんじゃないでしょうか。というわけで今回はねいろんな、注意喚起の動画になりました。ぜひともね、参考になったよとかいう方とか、助かったよっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、ちょっとね夜なんで静かになりましたが動画終わっていこうかなと思います。お疲れ様でした。